マルコ・アンドレオ・オッリは、イタリア・ポンテ・デ・ローリオ出身のサッカー選手。セリエ AAC ・キエーボ・ベローナ所属。ポジションはディフェンダー。カルチョ・パドバのユース出身。2003年に、インテルのユースへ移籍。2005年5月のレチーナ戦で、セリエ A デビュー。2007年7月、クリスティアン・キブのインテル移籍に伴い、アンドレ・オッリの共同保有権が、エース・ローマに譲渡された。 ローマでは出場機会が得られず、冬の遺跡市場で当時、セリエ B のビチェンツァカルチョにレンタル遺跡。2008年夏にローマはインテルより共同保有権の残りを買い取るが、シーズン開幕前にセリエ B の US サッソーロカルチョへレンタルされる。2009から10シーズン開幕前にローマに復帰。2009年10月22日に行われた。 UEFA ヨーロッパリーグのフラム FC 戦では、後半ロスタイムに同点ゴールを決めた。2010年8月24日に AC キエーボ、ベローナへ完全一席。2011年2月1日、フルスインテルへの共同所有権の譲渡が発表された。しかし、同年夏にキエーボが共同保有権を買い戻した。2013年7月6日、 6年ぶりにインテル復帰が決定した。2015年9月1日、スペインのセビージャ FC へ、買取オプション付きのレンタル契約で移籍。しかし2015年11月22日のレアル、ソシエダ戦で、左足アキレス腱を負傷し長期離脱を強いられ、そのままシーズンを終えた。レンタル終了後に、インテルへ復帰したが怪我の影響もあり、戦力外となり、 2016から17シーズンは6試合の出場にとどまった。2017年7月7日、カリアリカルチョへ自由移籍で加入。2019年1月31日、AC ・キエー・ボベローナへ移籍した。2006年から2009年まで、ピエル・ルイジ・カジラギ率いる U-21 イタリア代表の一員としてプレーし、24試合に出場。 UEFAU-21 欧州選手権2009ではベスト4進出に貢献した。ありがとうございます。